伊賀に甲賀と織田が迫ってくるのは知っておる。お前たちはその下人を伊賀の国境まで連れて行く。その下人の名は渦見日。全てはその下人を国境まで連れて行けばいい。するためにだ。甲賀の使いはわしが言うんだ。もしこのまま伊賀に攻めるというのであれば、渦見人その仲間を甲賀に向かわせると言え。上人は俺の里以外の者たちがこの病にかかった場合、一日以内に飲めば死ねる薬を見つけたらしい。今日の昼に甲賀の使いが来るのか。そうだ。そして夜中の寝の刻までに戻るのか。さあ、言えよ。うるしかねえだろ。